人口およそ760万人の中国の長沙市。経済発展が進み、市内では高層ビルやマンションの建設ラッシュが続いています。その中でも国内外からひときわ注目されているのが、こちらの11階建てのマンション、およそ29時間で完成したということで、世界で一番工期が短いマンションとして話題になっているんです。こちらが建設時の映像。コンテナのような長方形の箱が次々と積み上げられ、あっという間に完成しました。かかった時間はわずか28時間45分。ただ気になるのが、部屋の中までしっかりできているの？早速中を見せてもらうと、結構部屋広いですね。結構作りがしっかりしてて、29時間で作られたとは思えません。そしてですね、キッチンが備え付けられています。フローリングが敷かれています。洗面台やトイレもすでに設置されています。一体いつの間にここまで作り込んだのか。秘密はこの工場にありました。こちらの工場でマンションの部屋が作られています。すでにフローリングは張られていて、あちらでは洗面台の取り付けが今まさに行われています。工場にはあのコンテナサイズの箱がずらりと並んでいます。実は一つ一つが部屋になっているんです。流れ作業で枠組みを作り、壁をはめた後、窓や洗面台、空調設備を取り付けます。大きな出窓やベランダも工場で作っていたんです。実に工事の9割以上を工場で済ませているといいます。このマンションを建築した中国企業はこれまでも短期間でホテルやビルを建築してきました。今回、軽くて硬いステンレスを天井や床、壁などに使ったことで、部屋をトレーラーで運べるようになりました。こうした工夫で部品の仕入れからマンション完成までの期間を通常の6分の1程度の2ヶ月に短縮できたといいます。ただ、SNS 上ではこんな懸念の声も。1日で経ったの？住む勇気がある人いる？他にも耐震性を不安視する声が上がっていますが、建築した中国企業は10年前の工法でも震度7の揺れに耐えられるという実験結果が出ていて、現在の工法では計算上160階建てでも安全だと自信満々です。私たちの組み立て式の建物は安全性が非常に高いので、この工法は世界中に普及すると信じています。工場で作り現場で組み上げる工法はシンガポールなどでも広がり始めていて、今後日本でもあっという間に建つマンションがお目見えするかもしれません。